まるごと必勝チャンネル。皆さんメリークリスマスということで、お二人も何かクリスマスの良き思い出などあれば。クリスマスは麻雀しながら、はい、有馬記念のことをこう喋りながら、過ごす、有馬記念に備えるというのがなんか私の、今年の、目標でございます。すごいクリスマスですね。はい、だって寂しそうにするのが競馬なんでしょ。あ、そうなんですね。だってヘラヘラしてて有馬記念当たるわけないでしょ。はい、皆さんはどんなクリスマスを過ごすのでしょうか。さて、先週は朝日杯フューチュリティステークスが行われ、2番人気のリオンディーズが断然1番人気のエアスピネルを抑え優勝しました。2戦2勝で2歳王者となりましたが、レースどのようにご覧になりましたか。若駒、キャリアの浅い若駒というのは、暴力的なぐらいにこう才能というのが突出していきなり現れると思うんですけどね、これはもうリオンディーズ才能が上だったという表現しか言いようがないと思うんですね。ちょっと流れがあまり速くなかったんで追走も負担なかった ね、はい、ね、時計があんまり速くなかったっていうのはね、これは良かった。こんなところで激走したってしょうがない。今才能を見せただけで、あ、すごいな。で、時計が他と同じじゃないったら帰っていいということは、こんなんもでも負担がかかってないということだから。なるほど、うん、そう。だって目標はここじゃなくてこの後なんだから。そうですね、そうそうそう、まだまだ先を見据えてますからね、うん、だから私なんか振り返りの時、あ、時計が遅くてよかったですねって言っちゃって。あ、本当ですか。でもね、時計は先週のその阪神ジムナイフリーズよりも、はい、もう0秒1早いだけの1分34秒4だったんですけど、よくよくラップを見るとね、ラスト3ハロンがね、うん、11秒9、10秒8、11秒7、うん、レースの上がり34秒4でしょ、うん、で10秒台の目に見えるラップが あって、うん、しかもこうエアスピネルの自身の上がりは34秒0でしょ。だからこれも当然10秒台のラップ6、7ぐらいで上がってるわけですよね、うん、それ以上にリオンディーズ、うん、もしかしたらどっかで10秒5ぐらいの足使ってるんですね。もとしたら推定だともっと速いかもしれない。あ、そうですね、だって400メートルから200メートルのところでしょ、うん、あそこで追い詰めたんだから、うん、10秒8だからもっと速いよ。そうですよ ね、前提時計はそんなに一生懸命頑張った時計じゃないんですけど、うん、ラップの中には才能がきらめると思います。個人的にちょっとね、POG 指名馬であったので、今後追い続けても大丈夫ですかね。すがなく、冬を越えて春を待ってればずっといいと思いますよ。あ、よかった、うん、それはもう宝石にぶち当たったんだから、うん、ずっと、ね、応援していきました。控えめに応援してる方がいいと思います。わかりました。はい、控えめにしたいと思います。さて、今週は今年1年を締めくくる G1 有馬記念を中心にお届けします。こちらは出走メンバーいかがでしょうか。グランプリという冠ついてますからね、はい、本当にこう皆様お好きな馬をいろんな世の中の出来事や、誕生日でも、彼女の名前でもいろいろあると思うんですけどね。でも、まあ、過去10年、よくよく見るとね、大体もう全て3歳5歳で決まってます。お年寄りの方はあんまり、来ませんよ。3歳が半分以上のレースで連帯してるってことは世代交代、夢のグランプリとあると同時に、世代交代の一戦であるというのがこの有馬記念だと思います。15年ぐらいはね、はい、そのこう流れが早くなってきた。あ、そうですか。でも、まあ、やっぱり3代からベテランまでいっぱいいるんでね、うん、それは海洋はいっぱいありますね。楽しいと思います。ワクワクしますね、うん、はい、今週も第2部で有馬記念の出走各馬、それぞれのお二人の評価を詳しくお届けします。それでは今週もよろしくお願いします。今回もたくさんのユーザーさんからご質問ご感想をいただいております。皆さんありがとうございます。さて、今回は有馬記念ということで、特別に皆様の質問から柏木さん、丹下さんにツボを語っていただきます。ではまずこんな質問が届いてます。サブフォーさんよりいただきました。ありがとうございます。有馬記念のコース、中山 2500m のコースについてじっくり教えてください。内外の有利不利とか勝負どころなどが知りたいですと来てるんですが、ツボはコースですね。はい、ポイントの一つで、2500メートルっていうの一番
とにかくトリッキーなコースなんていう表現もありますけど、カーブが多いし、一番難しいから有馬記念にふさわしいという説があるぐらいで、でね、ペースをだいたいみんな読めない、あんまりポピュラーなコースじゃないでしょ、いつもやってる距離じゃない。でね、だいたい右回りの内回りの小回りだと3コーナーが勝負どころになるんだけど、実はそこが落とし穴で、3コーナーからスパートするとゴールまで坂を含めて800メートルある。ところがだいたい波乱の時は3コーナーでレースが動き始める、まくって進出していく馬が必ず出る。そうすると必ず荒れるのと、あとはね、中山の2500がなぜどのくらい難しいかって、一番象徴的はダイワスカレットが逃げ切った時だったでしょ。その時に2着したのは最高峰にいたアドメアモナークなんです。他のレースでは逃げ馬がいて2着に最高峰に関係ないところにいた馬が2着するとか、そういうことはないの、めったに。ところが有馬記念ではある。なぜかっていうと、それは 2500m で3コーナーからペースアップするから、後位から中段にいた馬は足を使うでしょ、はい、とかダイワスカーレットは待ってる、もう一回スパートする。ところが一番最高峰にいた馬は結果的には2着取りみたいな形になったんだけど、他の有力馬はつまんないところで足を使ったんで全滅。へー、それは必ずあるんです。そう、まあ、それ本当に象徴的な、はい、象徴的な有馬記念のレースだったと思います、うん、そこで動くから、うん、ね、動かないで済む内枠が結果的に有利っていうのは、そういう意味だから内枠が有利って結構言われるんですね、まあ、もちろんハイペースになっても、いや、そういうふうに内で我慢してばいいっていうところもありますし、スローならスローで出たままそのままのポジションでこうぐるぐる回っちゃうっていうのはいいんで、内枠というよりは、スタンド前までになるべく後位の、しかもこう拉致寄りのこう内側にこう外に馬を置くような形のこう、もし外枠だったら内枠っていうんじゃなくて内枠に寄せて進むことがものすごくポイントになると思います。ジョッキーにとっても一番スパートのタイミングが難しいと思うの。3コーナーで有力馬が動くと釣られて動く人が多いことが考えられる。それも波乱の一つ。もう一つは中山の 2500m って、じゃあ今年の勝ち時計いくつですかって、推定勝ち時計が実はないの。だって5秒も平気で違うんだから、29秒とか で大のレコードもあれば平気で35秒台もある。それ別にスローだからとかレベルが低いとかっていう問題ではなくて、出走馬のみんなの仕掛けどころ一つで平気で時計は4秒も5秒も違う。だから読めない。なるほど、うん、でも勝ってる馬ね、勝ち馬はどんなペースでも、どんな時計でもずっと、普通にこうその年度代表馬的な、G1 馬が勝っていることは、時計云々ではなくて、勝つのも有馬記念だと思います。2着3着は何でもあるけど勝つのはやっぱり積極的な人かな、うん、なるほど、勝ちに出た人かな。難しいですね。勝つのは自分は意思を持って選んだわけですね、でも2着3着は有馬記念だよっていうのがあるので、いっぱい買った方がいいです。わー、迷いますね。わかりました、ありがとうございます。第2部ではもう一つツボを教えていただきますので、皆さん見逃せませんよ。もちろんお二人の有馬記念出走前馬の評価もお伺いしていきます。それでは第2部で